が続くんですけど、はい、ここでちょっとお話ししたいと思います。まず腎臓からいきましょう、はいはい、この腎臓、はい、尿素チスト28、前が3で一緒だからこれはいいですよ、はい、クリアチン 2.01 高いです。でも前が 2.33、すごいね、この子下がってるね。あ、そう、うん、だからね、これね、ステージ2ですよ、うんうん、1.6 までが1.6 以下が未満が。じゃあ年だからもだんだん死んでるから。死んでるかなと思って心配でちょっと取ったんですけど、まあすごいことですね。下がってなければ。だからとにかくステージ2でいてくれると、うん、そこそこ元気なんです。そうですね。そう。結構食べる、うん。で3超えてくるとね、今 2.8、これが 2.8 超えてくると溶かして。はい。そう、食べが悪くなってきたりね、吐く回数がね多くなってきたりね、血液が悪くなってきたりすると。上からいきますね。ここからここまでが肝臓、はい、うん、ここ全部丸です、はい、タンパクアルブミン、はい、から AGE ビリルビン、はい、GOT、GPT、ALP、ガンマ、GTP すごいですよね。この子だって何歳だったっけ。95 90, 90この間90歳かけると、ね、かける6だと90 要は15年過ぎてるからさ、すごいですね、はい、次、膵臓リパーゼ、はい、いいですね。これね、10歳超えてくるとこれが高い子結構いるんですよ。それから脂質代謝、コレステロールと中性脂肪、すごいですね、正常ですね。からカルシウム、低くないですね。からリン、これもですね、腎臓悪くなると6超えてくるんですよ。ステージ3になると、だから今のところはまあ2だからいいですね。血糖値も正常と、白血球が1万、いいですか、いいとこですね。から赤血球が836、本当に増えてるもんね。でこれもステージ3になると、貧血が起きてきます。まだそこまでいってないとこね。今ちょっと飛ばして血小板149,000、ちょっと低いと、うん、前もちょっと低いんだね。ちょっと低かったね。ちょっと低めなんだね。これはね、本当はね、そこそこあってほしいんですよね。から SAA の 猫の炎症も正常です、はい、前もね。から電解質のバランス、ナトリウムカリウム、あ、ナトリウムクロールカリウムか、カリウムがちょびっと高いと。これはね、やっぱ点滴した方がいいんだよね、時々。それから透過アルブミン、血糖値があるとこれ16超えてきますけど、まあ正常です。だから T4、 これはね、分かりにくいけど甲状腺ホルモンね、はい、で高齢の猫ちゃん、10歳以上の子は甲状腺機能亢進症になる子多いんだけど、一応ないと。もう一個 SDMA、 あ、ギリギリだでこれはですね、最近新しく出てきた腎臓の、はい、ステージ2でもこれが高かったらステージ3になっちゃうわけで、もまあ一応ギリギリで正常範囲で収まってますね。というところで、まあまたね、3ヶ月から6月ぐらいでちょっと血液だけ見てていいですか、ね、ここに、あの、なんか高いとどうとかこうとかってなんか書いてありますので、よかったら。すみません、どうもありがとうございます。血の止まるのが遅いんだよね、この子。針刺したところのね、血液止まるのが遅いんですよ。いつもそうなんだけど。一応止まってるけど、はい、ここのところね、はい、はい、どうもありがとうございます。あとして、はい、じゃあもう90だからね、だんだんすごい、ね、でも我々のね、朝も元気で外に行くっていう、だって外に行こうという気力があるのがすごい、ほとんど軽くなすごいですよ、夜中に、ね、はい、はい、痛くて、はい、痛くて、OK、 はい、ありがとう、ありがとう、ごめんなさい、ありがとうございます、はい、結構食べるからあれかな、ね、だから、うん、とはいうもののね、うん、体重ってさ、4850とかさ、何気に減ってるんですよね、はいはい、5050とか5050あったからさ、はい、まあ、なるべく減らんように持ってきれるといいですね、はい、はい、どうもありがとうございます、はい、すいません、ごめんね、うん、どうもありがとう、はい。